皆さんこんにちは。今回は英検1級の結果発表です。まあリーディングは全問正解できたはずで、リスニングは1問ミスのはずなんですけど、今からライティングをね、見ていこうと思いますで。ライティングは毎回書き方をね、ちょっと変えてるんですけれども、今回は語数少なめにしてみました。まあ、一応語数って200かね240ワードっていう目安があると思うんですけど、あれってあくまで目安なので、それを下回っても、 満点あるいは高得点が出るのかどうかっていうのが非常に気になってたんですね。で今回だから190ちょっとぐらいしか書けなかったんですけどまあ正直ほとんどやっぱボディーパラグラフ広げられないんですよね語数が少ないと。なので自分の予想としてはまあ28点以上かなっていう気はしますね。ということで早速見てみましょう。 おえはい見えますちょっとピントがあれですけど817ってなってますねっていうことはえ多分31とかなんですよなんとお三31だ31もらいました えー、これは結構大発見ですね。なるほど。はいということでまあおそらく内容がそれなりに充実していれば誤、えー、数が少なめでも高得点が出るということが分かりました。一応実際自分がどういうふうに書いたのかっていう解説動画をですねメンバーシップの方に上げますので興味がある人は概要欄を確認してください。でちなみにライティングで各項目内容構成語彙文法でそれぞれ何点取れたのかっていうのを確認したい場合はですね 明日の10時から概要欄に貼ってあるサイトをアクセスすれば確認することができますなので気になる人はぜひ見てみてくださいあと皆さんにちょっとお願いなんですけれども良ければ各セクションの争点と CSE スコアをコメント欄で知らせていただければ大変助かります将来の受験者のために換算表を作りたいので、まあ、ぜひご協力をよろしくお願いします で最後にですね、二次対策今から始めたいですっていう人のために役に立つプレイリストをね、たくさん用意してますので、そのプレイリストを紹介している動画を作ったことがあります。えー、ぜひ概要欄にそれも貼ってあるので確認してみてください。はい。で、その他ね、えー、皆さんの感想だったりご報告をお待ちしております。ぜひたくさんコメントをしてくださいね。ということで、Thanks for watching and I'll see you in the next lesson.